やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。青鬼すっか。なんかさ、青鬼ごめんなさい。めっちゃ怖いって聞いたんだけど。言うて青鬼じゃないのって、そもそも 2D の青鬼がめっちゃ怖くない？あれ大丈夫か？男は。ねえ、無理かもしれない！開けすぎじゃねえ？これで許されたらこのゲームおかしい。どっち来る？ここでも問題ないんだ。とりあえず視界に入んなければ問題ねえや。ね、鬼ごっこ感全くないよね。もうちょっと進めてみようか。What?おい、クリアだよ。これは良くないかもしれない、みんな。なんかやろ、これ。もうちょっとやってみる？怪しくない？作業感すごくないか？どうだ？もうちょっとやるか？あ、鳴ってんのがこれじゃねえのか？ちょっと待って、作業ゲーすぎる。嘘だろ。なんでこうなってしまったんだよ、青鬼。乱数で出てきてたじゃん。あの 2D の青鬼のカラスどこ行ったの？じゃ、評価見てみる。原作の 3D リメイクを期待していましたが、主人公はヒロシでもなく、そういえば、主人公はヒロシだったな。突然館の中から外して、ただ一人称してのプレイヤーが青鬼みたいな何かから逃げ回るだけのゲーム。何の時もテレビでつまらないだけ途中で返品した。返品だと？いや、俺初めてスチームゲーで返金するんだけど。いや、嘘だわ。なんかしてたわ、俺。何返金したんだっけ？ストリートファイター6だわ。いや、ちょっと外しちゃったな、青鬼。青鬼外したー。何これ。うつろ眉。有名なのこれ。流行ったよね。流行ったの。俺、本当に、もうあれだね。メタが終えてないね。これ、流行ったのこれ。今後なんかゲームが流行ったら、一週間以内にやっていこう。逆に俺、今までオフメタでよく配信者やってたなっていう。逆張りだと思ってたらちげえよ。ロルのパッチノートは見るけど、世間のゲームのパッチノート見ねえんだよ、俺。でも俺最近さ、ササティックがあれやってるじゃん。リムワールド。俺はササティックに剣士やってほしいんだけどね。なんでみんな剣士やんないの？剣士っていうゲームがあんの。みんな知ってる？二度とやるな。ごめんなさい。剣士の俺動画って俺5000回再生だから YouTube。5000再生。動画編集が切れるんだよね。俺が剣士すると。でも俺もう好きになりすぎて、2、3週間剣士しかやってない時あったの。CR カップ期間中にハマった時は絶望したわ。みんな CR カップで盛り上がった時俺剣士してた。嘘だろ？俺もう覚えても俺そんなことあった。剣士の話されるの辛いでしょ。でもちょっとさ、俺ね、その、スタート選べるゲームなの。その、俺は、ある、牢獄から、
はい、死んでるゲーム探して。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。俺これやるから。ゲーム自体はめっちゃおもろそうじゃない？ゲーム自体はめっちゃおもろそうなの分かってくれるかな？わかんない、これ VTuber は一人もやんないわ。これケンシだよ。ちょ、何本か買っとくわ。君たちのおすすめ、今後のために。ちょ、作戦会議の時間にしよう。でも1万再生超えるゲームって約束してくんない？せめて1万再生超えないと、今の動画編集がさ、職探しをすることになるから。もうやめろ、お前らこういうゲームはるな。誰も幸せにならない。俺しか幸せにならないゲームはんないで。面白そうだけど、俺ローグライク大好きやけど。お前こんなさ、これ戦闘シーンも何もないゲームだろ。このステータスとか数字だけ見て楽しむゲームだろ。聞いてた俺の話。でもこういうゲームマジおもろいよな。は ?1997 年12月12日。1997年って、だって俺、1995年生まれだぜ。昔、友達がプレイしていたのを横で眺めていて面白そうだと思った思い出。それから10年くらいして今、趣味プレイできるとは嬉しい限り。PS1 で発売されていたゲーム。何こいつ。俺評価10段階。総合評価3。まあまあ。こいつは気になるわ。4。辛口だね、なかなか。信用できるかもしれない。まあまあしかない。いや、てか、ゲームのチョイスどうなってるん？とてつもないところ発掘しようとしてない？うわ、マジで5点以上上がねえ。すごい。やっぱスチームってこういう変人がいるね。すごいね、これは。知ってるタイトルガチで俺1個もない。オフメタ祭り。この人をうなずかせるのは厳しい。だから辛口評価がしたくてこういうゲームばっか買ってんじゃねえのか。なん。やべえ、何のゲームかわかんない。まだわかんない。わお！あの人に聞こう。何のゲームなのか。ポイント&クリックゲー。アドベンチャーゲームとして飽きさせない見せ方。演出にとても効果が持てるけど、10段階で4。待って、厳しいって。嘘だろ。あまりにも有名。ヤギのゲーム。俺も配信でやったぞ。素晴らしく面白い。が、いける面が狭い。ゲーム内の物理法則。人の柔らかさに射感が強い。それがいいんじゃん。違うよ。このゲームは、ゲーム内の物理法則がクソなのが面白いんじゃん。物理面の調整、人のふにゃふにゃ感をもうちょっと何とかしてほしい。具体的にもっとリアルさが欲しい。ヤギシミュレーターにリアルさ求めてるわ。変わってるね。おもろいね。こういう、エビおもろいな。でもソロだと興味ないのはあれ。はっ！殺意を覚えるクソゲー。無料でもいらない。ダメこのゲーム。しかも結構買ってる人いいんだけど。待って。なんか、ゲームが人を殺し、人がゲームを殺す。ゲームが自由を、人々の思いを、そして人の命さえも殺め、失わせてしまうのだ。なんということだろうか。例えば、いつやの FPS のせいで子供が銃で人をバンバンと撃ち殺しただとか、死に、何これ、どう、何これ。気になる。逆に。なんでこれを買ってしまったんだろうな。やばい！殺意を覚えるクソゲーが増えてきたんだけど。はあ、やばいね、確かに。うわあ！まず
ずこのゲームを起動すると、このゲームはグランドセフトオートおよびロックスター社の社とは一切関係がありませんという趣の注意書きが英文でフルボイスで2分くらい流れます。厳しくなっていっちゃったのかな、やっぱこのコアゲー評論家として。今ページが17あるうちの9なんだけど、17ページ目とか16ページ目はまだ甘いかもしれない。まだ何を見て何から始まったのか。うわー、ハーフライフだ、ポータルだ。待って、ポータルは ポータルみたいなゲームずっとやっとけばよかったじゃん。なんでクソゲーの道に行っちまったんだよ。投稿日2017年2月の27日、最新が、うわすごい長いよ歴史は。2023年6月26日だもん最新が。しかももうなんかさ、2023年とかになると FPS とかじゃないんだよね。なんかこれで心を浄化されて Steam から去ったかもしれない、もしかしたら。これすごい癒されるゲームなんだよね、チル系ゲームなんだけど。俺は今まで何をしてたんだ、人の作品を酷評して。よく見てみたらさ、もう俺評価10段階もないじゃんね。すごくない？本当に成仏じゃん。エンディングのサフロールを見て私は理解した。素敵な国の開発者、きっと開発者はどの国の言葉であっても翻訳の重要性を理解している人たち、感動をありがとう。たどり着いてしまったたどり着いてしまったんだな。ゲームに点数をつけるなんて間違いかもね。このレビューにはストーリーがあったわ。青鬼はスタンビ的に星何個？ゼロだね。この人の言い方を借りるとすれば、無料でもいらないだろう。